こんにちは、北沢コレクションの北沢浩二です。先日2年ぶりに開催された静岡ホビーショーに行ってきました。今回は個人的に一番気になった青島製の32分の1 RC トラックヤローシリーズの望郷一番星をご紹介します。今回発売される青島の RC トラックヤローは10年以上前に発売されていた商品のリニューアル版になるんですけど、改良点とした2つのポイントがあります。その一つがトラックヤローの醍醐味といえる電飾です。 RC トラックヤローの望郷一番星には2005年に発売された初代製品と2008年に発売された再開というリニューアル版の2つがあるんですけど、今回の新製品は再開の仕様をさらに改良した内容となっています。まずは走行シーンをお楽しみください。自動音からいきますか。はい、いきます。間違えた、こっちだ。どうですか、めっちゃいいですよね。この始動音と走行音は今回1970年代の V8 エンジンを積むトラックから録音したものを使っているそうです。音のリアルさが格段に向上しているので、初代製品、後期製品の音と比べてみました。まずは本の音です。次はエンジン音です。走行音も比べてみます。あと意外に大きな改良点だと思うのが、荷台のペイントとかアンドンの文字とか印刷関係が全部リニューアルされていることです。まずは荷台のイラストを比較してみます。左側のイラストは旧製品の方は色味が全体的にオレンジがかっていて、恋のイラストと一番星桃次郎の文字が小ぶりです。新製品の方は背景が黄色くなっていて、恋のイラストと一番星桃次郎の文字の位置が異なります。比べてみると全体的な色味が違うこと、そして恋のイラストと一番星桃次郎の文字の大きさと位置が異なることがわかります。右側のイラストにも同じような違いがあります。旧製品の方は色味が全体的にオレンジがかっていて、恋のイラストとご意見無用の文字が小ぶりです。新製品の方は左側と同じように背景が黄色くなっていて、ご意見無用の文字がしっかり受け出ています。比べてみると背景と恋の色味がはっきり分かれていて、恋のイラストとご意見無用の文字の大きさと位置が異なることが分かります。荷台の上面にも新旧の違いがいくつかあります。別々に見ても違いがはっきり分からないと思うので、こちらも上下で見比べてみます。違いは新製品の方が天下御免の文字が小さくなり、恋のイラストが実物と同様に左側にオフセットしていることです。正面ではアンドンの文字が新規作り起こしになっています。
こちらは初期製品のため、さらにキャブ自体も異なっています。新製品のアンドンはリニューアルされた再開バージョンの仕様ではなく、初期製品の仕様に戻っています。初期製品はウィンカーレンズがないので、もうそれだけで全然違うんですけど、特にマーカーパネルの一番星の文字が鮮明になったのが大きな改良点だと思います。ちなみにリニューアルされた再開バージョンでは内装の再現とフロントマーカーパネルの点灯が特徴だったんですけど、今回の試作品ではどちらも省略されていて、初期製品に近い内容だったんですね。このあたりは製品版でどうなるのか気になるところです。リア周りでは、この初期製品では荷台の電飾は5個なんですけど、再開バージョンから電飾は9個に増えています。新製品ではテールライト中央のウィンカー部分が黄色に点滅していることがわかります。見比べると荷台のイラストから赤みが取れて、全体的に大きく描かれていることがわかります。全然違いますよね。あと従来品の再開バージョンと今回の新製品で一番違うのはマーカーランプの流れ方です。点灯する数自体は変わっていないんですけど、従来は交互に点滅しているだけだったので、なかなか流れているようには見えづらかったんですよね。で、今回はマーカーランプ4つを1つのユニットとして設定して、ランプが順番に消えていくようになっています。このユニットを連続してつなげていくことで、全体が流れているように見せるという制御に変更されました。これによって実写のデコトラのイメージに近づけています。ちなみに LED は旧製品と同じ仕様ではなく、チップ LED に変わっているので、電池の消費効率も良くなっています。あと地味に大きな改良といえるのが RC システムです。従来のプロパはスティックタイプだったんですけども、今回はホイーラータイプに変更されています。またスピードコントロールは従来はオンオフのみだったのが、今回はリニアに速度が上がるようになりました。一番の目玉は、使用する電波が従来の 27MHz、40MHz 帯から 2.4GHz 帯の電波に変わったことです。2.4GHz のRC システムには電波の混信がないというメリットもあるんですけど、ここでもう一度パネル上面を見てみてください。こちらが従来品で、こちらが新製品。従来品にはアンテナが生えているんですけど、新製品の方はなくなっていますよね。そう、従来品はアンテナの存在が見た目のリアルさをスポイルしていたんですけど、新製品ではアンテナレスになったので、ディスプレイした状態でもとても見栄えがするんですよね。個人的にはこの改良は実は最も重要じゃないかと思っています。むしろ従来品を持っている人こそ、今回のこの改良の価値がよくわかるのではないかと思います。今回青島が RC トラック野郎を新たに発売した理由の一つとして、従来品の流通価格があまりにも高騰してしまって、欲しい人が買えない状況になってしまったことがあるとのこと。ただ税込み 32,780円という価格はかなり高価なので、どれだけ売れるかという実験的な要素もあるといいます。実際この望郷一番星の製品番号はナンバー3になっているので、実はナンバー1とナンバー2がすでに控えているのかもしれませんね。ということで、今回は青島の32分の1 RC トラック野郎ナンバー3一番星、望郷一番星についてご紹介しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。